夏の甲子園球場で高校野球の熱戦が繰り広げられている頃、もう一つの高校野球全国大会が開催されます。それが全国高等学校定時制通信制軟式野球大会です。本校に関しては定時制通信制の方に属しておりまして、今全国大会に向けて埼玉県の予選が始まっておりまして、準決勝を迎える形でなっております。埼玉県越生町にある清和学園高等学校は広域通信制単位制高等学校として、普通科以外に全国で唯一自動車科、調理科を設置している学び屋です。通信制という制約を持ちながら野球が好きで集まってきた部員たち、準決勝を前に今年のチームの状態を聞いてみました。いやー、すごくいい選手ばっかりが入ってきてすごく嬉しいです。上限関係も本当に関係なくこう活動できてるんで、もうやりやすいです。今のチームは結構活気がいいと思うので、今年はいけると思います。練習する部員の姿からは準決勝へ挑む気負いは感じません。みんなマイペースに調整しています。バンター行きます。ピッチングマシンを操作する高一点、マネージャーのクリスさんです。行きます。部員数が少ない中でチームのために奮闘しています。主にマネージャーやってて、みんなのサポートをしています。クリスさん、野球は好きですか？好きです。弟と一緒に家でもやってて、裏方の仕事もやってくれるんですけども、まあ、守備が足りない時とかそういう時は守ってくれますんで、はい、野球、中学校の時も野球の経験者です。クリスさんに今でもプレーはしたいのか聞いてみました。いや、試合ではスコアとかつけてる方が楽しいし、見てる方がちょっと気持ちいいので。今度の準決勝で選抜するピッチャーです。練習しただけの結果が出るような形で、今本人も楽しいんじゃないかなとは思うんですけども、構えてここからこう出なきゃ、こういう感じで、わかった？もう一回振ってみ、そう、もっと低い、腰になったら低い感じ。そう。全日制よりはまあ、厳しくはなくっていう形で、まあ本人のやる気がなくならないようにはやらしてるんですけども。監督は厳しい時もありますが、優しい時もあります。はい。おぉ、いいよ。先輩方は輝いてるし、まあ、同級生も面白くて楽しいんで、野球部入ってよかったなって思ってます。今年の目標は、まあ、全国で優勝を狙うことと、まあ、今自分は3番打ってるのでホームランを打つことです。バッティングとか守備もしっかりやって、学校生活もしっかりやっていきたいと思います。チーム一丸となって勝利を目指します。部員たちは自主的にそれぞれの課題の克服に向かって練習をしていきます。もっと前突っ込んでこいよ、ボール返してこれ。やっぱり決勝で優勝することですかね。今の清和学園ならいけると思います。最終的には社会に出て通用する人材を作ろうってことで、今活動しております。決定、レッツ。
勝負。